協会キングオブファイターズファンとして今回派生参じました一気に授業と申します。皆さんよろしくお願いします。市木さんはですね、本当にただのファンとしてここまでのし上がった人なんです。出演者でも何でもありません、はい、すみません。だから本当は多分そこら辺に席がご用意してあって、そうです、今見ているのは全部長い夢だったって落ちなんじゃないかと思うんですけど、噂の夢落ちってやつで、はいはい、絶対そんなことはない俺は今ここにいます。じゃあどのくらい好きかアピールしてください。そうですね、まず始めたきっかけは95から長いです。はい、ありがとうございました。中2の時に、あ、はいはい。さあ、ところで今日私たちが着ているこの T シャツなんですけど、はい、こちらがですね、KOF15 周年、まあ、昨年の、あと一ロワーあるの、あ、決まりました。あ、セーラー服がこんなバリエーションに、セーラー服ふわふわしてました、ふわふわしてましたね。でもあれは半重力スカートなので絶対に見えません。どうしよう、どうしよう、マイさん大変なことになってますね。俺この音楽聞き覚えがあるんですよ、これ。よろしくお願いします。なんかすごい揺れてるんですけど、これ全部の力が集結されてるんですよ。夢と希望が詰まってるんで、この中には。うちの山本は加減しませんから。はい、ウェイパーズしてごめんなさい。わあ、そういう特性がさらに前に出てますね。そうですね、うん、まあ、各キャラクターやっぱりキャラクターが持ってるのもいいけど、そうだけど、そう、あれ、あ、今日はないと思うんでしょう。この格好すごいいい勝負なんじゃないですか。なんか、も真剣にやってみるよ。ちょっと難しくない。ここからいいよね。今、私たちを見ている人など一人もいませんよ。何、どうだってありましたよ。あ、そうですか。あ、すげーよ。やってないけど。あ、負けた。そうですね、もう